北朝鮮が新型コロナウイルス感染拡大を防止するため外国人に対する統制を強化していることが分かった。北朝鮮駐在のロシア大使館はフェイスブークを通して北朝鮮外務省より追加の統制措置が取られたと明かした。これによると外務省は各中北交換に送付した書簡で 交換職員らに対する医療観察期間をこの日から15日まで延長すると通告。また、一部交換の職員らの入国日が1月31日で、それより前に在留し医療観察のため隔離措置を受けた職員らが規制を破り、交換の他の職員らと接触した事実を確認したためと理由を明かしている。北朝鮮の外務省は、 外当機関に外国公館や国際機構の職員らは可能な限り隔離状態にある人々との接触を控え、大使館の区域内でのみ移動するよう通告した。